はいどうも、学ぶ18号です。試合が終わりまして、気づいたらね、甲子園球場来てました。もう試合終わってね、気づいたら自転車乗って甲子園球場向かってました。そういう心境ですよ。昨日はね、サンズ選手の逆転スリーランで勝って、勢いついてね、今日も初回、近本選手がフォアボールで出て、盗塁決めて、糸井選手がね、タイムリーヒット速攻でね、1点もぎ取って今日もいけるぞと思ったんですけども、結局その1点だけっていうね。今日の先発は、中田投手、ソフトバンクから阪神に来て、阪神での初の、1軍のマウンドだったんですけども、ちょっと連打を浴びまして、3失点速攻ね、逆転されました。その後はね、中田投手落ち着いて、抑えてくれたんですけども、救援陣がダメだ、打たれた、やばいぞ。今ね、安心して見てられるのはスアレス投手ぐらい。能見さんも頑張ってくれてますけども、やばい、阪神自慢のリリーフ陣やばいことになってる。結局試合は、9対1、14安打打たれたんか、9対1で負けました。これで、9試合終わって、2勝7敗、やばい。何が一番やばいってね、阪神ファンの心境ちゃいます？なんか怒りが湧いてこない、悔しいという気持ちがね、ちょっとなくなってきました。あ、今日も負けたかみたいな、そんな感じ。YouTube のコメント欄見ててもね、前はね、何やっとんねん、この選手を使ってこうやったら勝てるんちゃうんかとかね、そんなコメント、多かったんですけども、最近はね、もうええわと、もう諦めたと、もう怒りすら湧いてこないというね、そんなコメントがね、増えてきた。分かりますけども、僕もね、今日はちょっとね、怒りが湧いてこなかった。テレビつけて見ててもね、あ、またこんな感じかってね、そんな心境になってしまいました。ということで、ちょっとやばいってことで、今日はね、甲子園球場のすぐね、隣にある、スサノオ神社、別名甲子園、阪神タイガース神社みたいなね、そんな感じで言われてますけども、そこでね、阪神タイガースの、必勝祈願、遅いですけども、シーズン始まって途中で必勝祈願っていうのもね、おかしな話ですけども、してきましょう。もう神頼みしかない。なんかどんよりしとる。無観客やからね、仕方ないんですけども、なんかどんよりしとる。甲子園球場ね、ここがスサノオ神社、すぐ隣にありますから、そこでちょっとね、必勝祈願してこようかな。これスサノオ神社、行ってきます。ちょっとね、神社の中カメラ回すのもあれかな、やめとこうかな今回は。こんな感じね、ちょっと入ってきます。はい、はい、ということで、お願い事してきました。お願い事、2つお願い事してきました。1つはね、阪神タイガースこれからどんどん勝っていきますようにと、願ってきました。そしてもう1個は、巨人負けますようにって言ってきました。どんどん負けますようにって言ってきましたね。神様、分かった、任しとけって言ってましたね。巨人強いね、ほんま頼んますわ。ほんまはペナントレース面白くしようぜ。阪神ファンの皆さんね、元気なくしてると思いますけども、またね、火曜日になったらね、また今までのこと忘れてテレビの前でね、応援してるでしょう。もう絶対そうなんですよ。今日はね、あのおっさんこんかったな。ちょっと怒るパワーがなかったんかな、あの三上のおっさん。そういう日もあるわな。ここ、ライトスタンド、21号もね、いつね、またみんなで甲子園でね、阪神応援する日が。ここがね、頼んますよ阪神。ということで、今日のところは以上でございます。ありがとうございました。